はい、ピアニストの反田恭平です。バイオリンの岡本誠司です。ビオラの永田健司です。ファゴットの古谷健一です。オーボエの朝原由香です。メンバー全員が書いてくれたメロディーが整ったわけですけども、次回の、ビデオで僕が伴奏をつけてみて、僕が自分で最後に考えた2小節をつけて終わり、完成っていう感じで。セージとはもともと高校2年生ぐらいかな。その時初めて俺が彼の演奏を聴きに行ったのを記憶してて、2016年の年末だか17年の1月ぐらいに冬にあの政治にあるちょっといきなり電話して、いやちょっとダブルカルテット作ろうぜって言って、で何これって健司くんは政治とどんな関係なの？中田健司っておもろいやつがいるのはもう薄々気づいてはいて、でもなかなかそうきっかけはなかったけど、そうだね、1年のうちにはでも仲良くなり始めたかな。いやマジ剣士ほんと面白いよね。だってオケの中で一緒にね、みんなで弾いてても剣士からさ、こういろいろ波長が広がってさ、音も変わるし雰囲気も変わるしね、いい顔して弾くしね。また花火大会もしたからね、桐原くんがちゃんと花火積極的に持っててくれたから意外っていう。バス移動とかもさ、最初はみんな静かにこうちゃんと座ってってさ、帰りになってくるともうさ椅子バーッてなってさビール持ったりして乾杯なんてしてお疲れなんか言ってね、5回6回見ちゃったもんね。そうそう、なんか飯食いながらもずっと立奏で演奏したじゃないですか、うん、あれはやっぱりとっても刺激的でした。普段やっぱ座ってね、やっぱ吹くのと全然違う、音楽もやっぱすごく躍動感があって全然違う印象になったのが良かったなって思ってます。本当にまあそう、理想をどうしようかっていう、まあ立つか座るかで考えた時に、まあすごく音楽が前向きになるとか活性化されるのと、あすごく、まあ、全員がこうフレキシブルな状態になるし、まあ、本当に向く方向も、まあ、360度は向かないですけれど、でも本当にいろんな視線を送るのも座ってるよりもこう体も自由に動かせるし、もうちょっと三楽章はやっぱりあの変奏曲形式でこう弦楽器だけ、弦楽器とピアノとか管楽器とピアノとの、 あの掛け合いだったりやり取りが多くて、やっぱりモーツァルトの楽しみ方の一つとしてはとても新しいものを開拓したなっていう感じがしました。まあシンプルだけどね、非常に奥深いしね、あのコンセプトも。いや僕もそのモーツァルト、まあ、三楽章は特にだと思うんですけど、まあ、普通のオケだとどうしても後ろの方に行くと前に合わせなきゃいけなかったり、その首席の人に絶対合わせなきゃいけないっていうオーケストラ特有のものがあって、そこの中で自分の弾きたいことを
個人でそれぞれがやってこんだけまとまってできるのがすごい嬉しかったっていうか、あ、呼んでくれてよかったなと思いましたね。いろいろな総合的な面を見てもなんかみんながみんなで支え合った楽しそうだったなって思いましたね。だから本当にいいメンバーだなって思った。この概要欄の方に、モーツァルトのピアノコンチェルト17番の、昨年の MLM ナショナルみんなでの演奏のね、千秋楽の模様が映像付きで、アップされていますので、同時に見ながらだったり、これを見た後にぜひ話を聞いた後にこう、あんなこんなこと考えてたで弾いてたんだみたいなことね、思って聞いていただけたらなぁと思ってますので、ぜひ見てください。最後になるんですけども、7月3日に、実は MLM ナショナルの還元楽団2019というふうなタイトルで、昨年の会場限定で販売した10社の限定の CD だったり、いろいろ、そしてサントリーでね、岡本誠二君がソリストで広げたロマンスだったり、そういった配信が、解禁となりますので、ぜひチェックしてください。それではじゃあ、第1回、第2部、そして1個飛ばして3部、これで、全部戻ったので、またコンサートホールでねみんなが会えたら嬉しいなと思います。みんな今日はじゃあ集まってくれてありがとう。ありがとうございます。ありがとうございました。皆さんも見てくれてありがとうございました。ではまた、バイバイ。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 